皆さんこんばんは、任天堂の岩田です。本日も Wii U と任天堂 3DS に関する情報を直接お届けします。私が身につけているのはジンバ織と呼ばれるものです。似合いますかね。ワイシャツとネクタイ、どうなんでしょう。もちろん自前ではありません。光栄テクモゲームスさんからお借りしたものです。最初にご紹介するのは信長の野望です。今年30周年を迎えた信長の野望が 3DS で登場します。プレイヤーは織田信長や武田信玄といった戦国大名の中から一人を選び、天下統一を目指します。その第一歩は国づくり。開墾して田畑を広げたり、商業を発展させたり、さまざまなコマンドを駆使して自分の国を豊かにしていきます。本作では茶会を開いて文化を高めたり、合戦で優位に立てるよう技術を磨いたりすることも重要な要素になるそうです。国を豊かにした後は合戦です。合戦のポイントは戦闘中に3回まで使うことができる戦術です。鉄砲に秀でた織田家の三段構えや、野戦で圧倒的な強さを誇る上杉家の車係など、多数の戦術が用意されています。これらをいつどのタイミングで発動させるかが戦況を分けるポイントで、力押しだけではない合戦の駆け引きが楽しめます。総数10本のシナリオが用意されていて、総勢800名以上の武将が登場するそうです。さらに今作では信長の野望ファンの皆さんからご要望のあった史実武将の能力を変更できる機能も搭載しているとお聞きしています。すれ違い通信では自分で作成した武将をすれ違った人に受け渡すことができ、いつの間に通信では武将の作成や編集に使える新しい顔グラフィックが配信されるなど、 3DS の通信機能を使った新要素も搭載され、発売後も長く楽しめる内容に仕上がっているそうです。光栄テクモゲームスさんの信長の野望は9月19日発売予定です。